7月17日は、グレゴリオ歴で年始から198日目にあたり、年末まで、あと167日ある。A. ラ楽ミカド、民の皇帝に、即位100年戦争最後の戦い、カスティヨンの戦い。フランスが勝利。画像、馬上で戦死しているのは、イングランド軍の指揮官、ジョン・タルボット・フランス革命、シャンド・マルスの虐殺。 ラファイエットによる共和派への発砲事件スペイン内戦勃発。左画像は共和国軍、右は翌1937年に廃墟となったゲルニカ、露光橋事件による国境合作を受け紹介席と、週恩来がロザンで会談、抗日決戦で合意ポツダム会談、日本の幸福条件などが話し合われた。画像前列左からアトリー、トルーマン、 スターリン沼津大空襲米ソの宇宙船がドッキングを成功させたアポロソユーズテスト計画ハイアットリージェンシー歩道橋落下事故前空軍のステルス戦略爆撃機 B-2 初飛行メモリースティック発表ト床半島世界遺産に登録画像はクナシリ島から望むト床タム航空3054便オーバーラン事故京成成成田空港船開業 新型スカイライナー AE 型数学者、ピエール・ルイモ・ペルチュイ誕生。ラップランドの観測隊も指揮した画家ポールドラ・ローシュ、誕生。左画像は、自画像、右は、エコール・デ・ボザールの群像が江戸幕府第14代将軍、徳川家持ジャーナリスト、エドガースノー誕生。画像中央は、州恩来国際オリンピック委員会第7代、会長。 フアン・アントニオ・サマ・ランチドイツ第8代連邦首相、アンゲラ・メルケル・オスマン帝国の建築家、ミマール・水ボツ。右画像は、シェフザード・モスクの内部、国とミロンの著者アダム・スミスボツ。ジャン・ポール・マラを暗殺した、暗殺の天使シャルロット・コルデー氏系。画家ジェームズ・マクニール・ホイス・スラーボツ。左画像は、自画像、右は、 白のシンフォニー第1番、白の少女ニコライセ世とその家族らが銃殺される。右画像は現場に立つ、地の上の教会ジャズシンガー、ビリー・ホリデーボダ大リーガー、玉生態カプボツ。俳優8代目、市川雷蔵冬史漫画雑誌、パンチ創刊。左画像は、創刊号表紙、右は1843年に掲載された、ジョン・リーチのカートゥーン。 ふい顔カートゥーンと呼んだ最初の例、ありがとうございます。